アルムニエーカルは、スペインアンダルシア州グラナダ県のムニシピオ。地中海と山地の間に位置する観光地であり、トロピカルフルーツの産地でもある。魚加工工場の遺跡期元前1500年前、鉄器時代より人の定住地があった。紀元前9世紀には、フェニキア人たちが植民化し、石と名付けた。ローマ帝国に組み込まれると、塩漬けの魚の一大生産地となり、 独自の通貨が鋳造され、神殿、劇場、水道橋が作られた。ローマ法典が導入され、自治体の名は、ファーマム・アイリアム・セキシーと呼ばれた。アル・アンダルス時代、セシを訪れた旅行イドリースイは、町にあった、戦死時代の遺跡について触れている。755年に、アブドアン・ラフマーンッ世が権力を握ると、セシは、エルビラのコラに含まれた。この時代、 セシはヒンズアルモナカーと呼ばれていた。アルムニエカルの位置は海に面した軍事的要衝であった。しかし、10世紀まで都市のメディナと同様に城については言及されていない。あらゆる種類の果物、サトウキビ、バナナ、星ぶどう、穀物が生産され、豊富な水産資源に恵まれていたことは多くの学者たちが伝えている。都市は港があり、城壁の外には、 定住地や市場、モスクが広がっていた。アルアンダルスが中小の大半に分割されると、アルムニエカルはグラナダ王国に組み込まれ、重要な港湾都市となった。ナスル朝の王族たちが季節ごとにアルムニエカルの離宮を訪れた。1489年、バサ陥落後、同年のうちにグラナダ王国の沿岸都市はカスティーリア軍に占領された。現在使用されている、 三人のバルバリア海賊が描かれた紋章はカルロス一世から授けられたものである。ありがとうございます。